施設は稼働してるね。誰かいるのかな。チッ、爆発が近い。エヴァの元に急ぐわよ。エヴァあるといいね。行って確認するしかない。猫、あんたたち何？ここで何してるの？その猫何？私はキャトラよ。はい。僕。どうしてあんたたちがガキシンジのこと知ってるのよ。警戒は解かないで。いざとなったらガキ神事を確保して逃げる。使徒はいいの？それはおいおい考える。これは初号機。ここ本当にネルフ本部ってことなの？こんなめちゃくちゃな状況だしさ、同じものとは限らないんじゃない？こんにちは、碇シンジ君。君は？僕はカオル、渚カオル。運命を仕組まれた存在さ。ね、シンジ君、君と初号機には深い縁があるんだ。縁が全てをつなぎ、今君と僕がここにいる。僕は君に選択を提示しなければならない。それが僕の役目だからね。カオルさん、これ以上の足止めは無理です。竜兵装ビルの残弾も切れるぞ。シンジ君、君が初号機に乗って使徒と戦わなければこの世界は滅びる。君の選択の結果が滅びなら僕はそれを受け入れるよ。勝手に話進めんじゃないわよ。こいつがエヴァに乗る？またインパクトが。起きやしないさ。仮に起きるとしても、それより先に使徒が彼らの世界を滅ぼす。今は議論するだけ無駄じゃない？どのみち使徒は倒さないといけないんだし。私の2号機は？ここにあるのは初号機だけだよ。ガキ神事に頼るしかないってわけね。で、どうすんのよあんた。乗るの？乗らないの？僕がこれに乗ってさっきのと戦う？何も知らないんだよ。そんなのはできるわけないよ。またそうやって何もしないつもり？そんなこと言われたって、自分の名前しか知らないんだよ。何が何だか分かんないよ。なのにいきなりこれに乗ってあれと戦えって言われてもできないよ。そうだわね。君たちが扱う頂上の力、魔法をもってしても使徒には効果がないよ。やってやるんだから。シンジ君と君たちがそれでいいなら、これも選択の結果か。あんた本当にこれでいいの？全員死ぬわよ。あんたも、私も、あいつらも。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。本当に、僕でもあれに勝てるんですか？君がそれを望むなら。やっちゃいなさーい！わかりました。僕は乗ります。